どうした？どうした？首絞められてんか、お前。首絞められてんか？よし、みんな、行くよ！せーの、制服彼女！え？はーい、どうも！え、最近流行っている韓国メイクしてる女の子、バリ可愛くないって思ってる僕です！今日もですね、こちらの制服彼女というね、あのゲームの続きをやっていくんですけど、あのですね、最近僕の視聴者がですね、女の子バリ増えてる！うん。女の子バリ増えてる！いや、この前まで確か女の子 20% ぐらいしかいなかったんだよね、20%。なのに今は 45%？ なんか増えてんだよね。いや、なんで？だってさ、いや、こんなエッチなゲームプレイしてたらさ、普通は女性視聴者離れていくと思うんだよね。でも女性視聴者、まあ、増えてるってことは、頭がおかしい女性、失敬、僕の悪いとこでね、すぐ悪口が出てしまうんですよね。ごめんなさい、本当に。めっちゃ悪口。まあ、でもさ、明らかに増えてんだよね、女性。女性増えてるから、多分このままエッチなゲームをたくさんプレイすれば、いつか女性視聴者 100% になるんじゃね？はい、ということでね、制服彼女、前回の続き、やっていきたいと思います。多分今ので、女性視聴者減った。多分、今ので女性視聴者減ったわ。よし、じゃあ前回やっていこうか。うわ、時間出てる、恥ずかしい。前回やった時間バレる？確か前回はひまりちゃんって子に出会って、そのひまりちゃんを、なんか制服彼女プロジェクトというね、プロジェクトに誘って、まあ、そこからだよね。確かそこで終わって、まあ、そこからだよね。うん。よし、やってこう。はぁ、あ。もうなんか疲れた。もう疲れてる。はぁ、はぁ、あ。その後、プロジェクトを説明をし、全体ライムグループを作って、スケジュールを共有できるようにした。いや、羨ましくない？いや、羨ましくない？だって、可愛い女の子が、ね、いろいろライムグループに、ね、入ってるお前、羨ましい。あと、玉よりさんの衣装は、おじさんが今から、急ピッチで仕上げると言っていた。はぁ？おじさんすごくない？おじさん。おじさんすごいな。お、誰からだ？チース先輩。出た、ひまりちゃん出た。噂をすれば玉よりさんだ。こんばんは。これからよろしくね。ダメだ、この子ドツボ。この子面白い。こちらこそよろしくね。お前なんでちょっとさ、なんか余裕ぶっこいてんだよ。じゃあ週末遊ぼう。早くない？遊ぶか。ちょっとなんかエッチなことするか。え、何がじゃあなの？いっぱい知りたいのか？じゃあ、チンコのサイズ教えてやるよ。チン、はい、すいません。何言ってんだ、俺は。俺、何言ってんだ、本当に。気持ち悪い。これで女性視聴者が増える意味がわからん。そういうことね。大丈夫だよ。おぉー！わおー！やった。うん、かわいい。いや、大好き。かわいい。この子かわいくない？ひまりちゃん。めっちゃかわいいんだけど。やった。うん、めっちゃスタレン。うわ、めっちゃ送ってくる。うわ、めっちゃ送ってくる。うわ、大量のスタンプが。落ち着いて。すまぬ、打ち上がりまくった。この子俺のこと絶対好き。絶対この子俺のこと好き。そんなに？まだ足らんくらいだ。あと100個送ってもいいか。100個はちょっと迷惑かな。ちょっとそれはちょっと。なんで引いてるんだ。いや引くでしょ。だってね、初対面なのにね、スタレン100個してくるやつ引くでしょ。スタバクを初めてされた。今の友達みんなやってるよ。スタンプの濁流や。スタンプの濁流か。よかったな。なんて顔せ、お前。だからさ。ねえ、ギュポ、お前つまんないぞ、本当に。なんか、ねえ、返し方つまんな。まあ、そういうことだから、週末よろしくね。よろしくね、よろしくね。何かな、何がそういうことなんだろう。うん、よろしく。よろしく、かわいいな。何このキャラクター。このキャラクター何これ。何の動物。大好き、ちゅ、あ、よかった。おやすみ、はーい。急な誘いでびっくりしてしまった。考えてみれば、俺も玉よりさんのことをほとんど知らない。そうだよな。ほとんど知らねえよな。もう全然知らない。
これからは一緒に仕事をしていくんだから、彼女のことをちゃんと知っておかなければ。そうだよね。もう体の隅々まで知っておかなくちゃ。もうバストとかね、バストとかも知っておかなきゃ。うん。うん。で、お、来た。朝になったか。たまりさんとの約束当日、俺は余裕を持った時間に起きることができた。よかったな。お前いつも朝弱いもんな。ギュポお前朝弱いからよかったわ。で、なんか、ちょっとこっち見ていい？こっち、これ見ていい？え、なんだ？何これ、ひまりちゃんだ。バイト決まったぞ。バイトの内容についてはまだまだ秘密だ。ハッシュタグ頑張るぞい、アットホームな職場、最年少、推しのいる生活、レアバイト。この子おもろ。いや、いいねしとこう。で、ゆいちゃん、なんだこれ、西陣魂、何それちょっとよくわかんない。いいねしとこう。うん。で、玉寄さんと約束当日、あ、余裕を持ってね。はい。一応先輩としてしっかりしなければという自覚があった。偉いな、ギュポー。お前偉いぞ。成長してんな、お前。このみさんの時みたいに、すべて任せっきりというわけにはいかない。そうだよな。男として、ここはな、しっかりしなきゃだよな。出かける準備をしよう。そう思いながらも、いつもの癖でテレビをつけていると、猫のような、明太子のような、珍妙なキャラクターが、飛び跳ねていた。どういうこと？どういうこと猫のような、明太子のような、どういうこと？いいねをくれる心優しいお方はそなたか。お、え、ひまりちゃんから来た。何？いいねをくれる。あ、いいねしたね。確かにした。俺かも。すごくいい写真だったよ。イエーイ、先輩に褒められち。おもろ。すごく面白そうだったな。俺は、あ、俺のいいでで、少しでも喜んでくれるなら、今後もちゃんとチェック しなくてはと思った。あ、出た。ボイスちっちゃない、ヨカトちゃん。ヨカトちゃん、ボイスちっちゃない、ボイスちっちゃ。ボイスちっちゃない、ボイスちっちゃ。なんか、ボイスちっちゃない。スタンプのキャラだ。こいつゆるキャラだったのか。ローカルのやつかな。おお。内容気になりつつも、そろそろ時間なので、俺は家を後にした。バイバイ、さよなら、行ってきます。制服彼女。お、着いたか。お、帝国10分前に待ち合わせのバス停と到着した。そこにはまだ玉寄さんの姿はない。来るまでの間、スマホで、カナリアテラスの情報を集め、何それカナリアテラス。お、あ、玉寄さんからだ。なんだろう、送れんのかな。あ、ライム来たんか。何パーって何ちょっと、この子、めっちゃ不思議な子。よ、あ、よね。よろしく。ファイト、何が？何？ちょっとよくわかんない。ファイト、よくわかんない、この子。うわ、なんだこれ、どういう状況？ファンの人、パイセン。ファンの人パイセン。そしていきなり背後から声をかけられた。この馴染みのある独特な呼び方はあの子しかいない。うん、来たね。お、ええ、いや、かわよ。え、めっちゃ、え、もしあなたはファンの人先輩。ファンの人先輩。いや、可愛くない？めちゃくちゃ可愛い。なんか、ここら辺舐め回したい。あと、ここ、このね、この、なんていうの、この2本の、これをバッて外して、おっぱいもみもみしたい。ふふふ、キモ。これ、バッて外して、もみたい。お？大成功。うん。おはよう。何これ？サプライズ。あ、よかった。サプライズね。何のサプライズ？何のサプライズ成功なんだ？このバス、ベストタイミングだ。この子、テンション高。ひまりちゃんテンション高。まあ、好きだけどね。まあ、好きよ。そういうテンション高い子好きよ。そうだね。間に合ってよかった。俺が到着したバスに乗り込もうとすると、突然玉寄さんに手を掴まれ静止される。え、何？え、次は何？先輩、前のドアからは乗れないよ。真ん中から乗るんだよ。え、そうなの？何？え、都会のバスってさ、前から乗れないの？こっから乗れないの？ちょっと待って。知らないんだけど。え、ここから乗んの？え、知らないんだけど。え、そうなの？先輩ともあろう人が、バスの乗り方を知らないだと？知らない。こっちこっち。かわいいこの子。見て、目キラキラさせて。かわいらしいハムスター。ハムスターみたいでかわいい。
お、あ、かわいい、めっちゃかわいいやん。俺は玉よりさんに手を引かれたまま真ん中のドアからバスに乗り込んだ。先輩おもろちょっとこの子めっちゃテンション高い。動きますのでご注意ください。あーん、何の時間？俺らはバスの後ろの側の席に隣同士で座った。こうして近くを見ると玉よりさんは本当に小さい。小さいのか。いや小さい子タイプなんだよな、めちゃくちゃ。いやいいな、小さい子いいよな。いや本当に申し訳ない。先輩はズバリ都心から来たファイナルアンサーテンション高。そうだよ、よくわかったね。バスのドアは都心と福岡で逆。あ、そうなの。福岡は距離で運賃が変わるから後払い。食い遣いの常識。そうなんだ。いや豆知識、いきなり豆知識。いやすごい。これ知らなかった、全然知らなかった。福岡逆なの。ちょっと福岡引っ越そうと思ってたから。危ね危ね、マジか、知らなかったよ。普段降りてた方から乗るなんて違和感半端ないな。あと降りる時もにもかピッてしなきゃ捕まるよ。にもかにもかスイカなら知ってるけどにもかは知らん。ありがとう、気をつけるよ。先輩としてしっかりしないといけないと思ってたか、しょっぱなからやらかしてしまった。まあいいんじゃない。でも玉よりさんは特に気にしていない様子。というかなんかドヤ顔してる。かわいいの、この子かわいいの。今更だけどさ、その服衣装だよね、どうしたの。確かにイギーから借りたぜ。イギー誰誰誰誰イギー、もしかしておじさんのこと。はイギーのおじさん。いつまでそんな仲良くなってんだ。昨日制服を持ってきてくれた時、もっと前かもしれない。かわいい、うにゃって可愛くない、うにゃってうにゃって可愛い。持ってきた、家まで届けに来たの。学校にいた、理事長に会ったついでだって。どういう、なに、おじさんってなんか学校関連なんかね。学校関連してんの。おじさんが学校に来てたんだ。生徒がモデルをする話には通さなきゃいけないのかな。いい話があるからお楽しみにって言って。この顔可愛くない？めちゃくちゃ可愛い。うわ、なんかおっぱい。おっぱい気持ち悪い。あ、なんかおっぱいいいの。なんか仕込んでるよな。次詳しく聞いておこう。てか衣装で遊びに行っていいの？むしろ着てくれって。普段から着るのが制服らしい。早く制服に馴染んでくれって。あ、これ制服なんだ一応。そっかそっか。うわ、いいのいいの。な、ここの2本の、この2本のやつをバッて外して、このおっぱいもみもみってしたい。また言った。なるほど。おじさんの言いそうなことだな。しかもこの服可愛くない？まあ、確かに。めっちゃ可愛い。うん、可愛いと思うよ。まるで中学生。いや、うん、可愛いと思う。中学生って言おうとした？え？全然褒められてる気がしないんだが。いや、可愛いよ。ちっちゃくて、いい意味で幼くて可愛いと思うよ、ひまりちゃんは。だってどう見ても中学生。お前、ギュポー、お前うるせえぞ。だから、中学生って言うなー、むぎー。かわいい。なんか刃かな、可愛くない、なんか刃生えてる。ごめん。これでバチクソバイルコンスタ取ってやるし。ああ、いや、いいの、この子可愛らしいの。やっぱこの子一番好きかもしれん。ごめんね、ゆいちゃん。ゆいちゃん、ごめん、なんか。ゆいちゃん、なんか最初の頃はゆいちゃんしかいないとか言ってたけど、なんか、ねえ、このみちゃんじゃない、なんだっけ、あ、名前忘れちゃった。本人は服装にしているが、やっぱり何度見ても、玉よりさんのその制服を見ると、中学生としか思えない。しかもそれは玉よりさんの愛らしさを引き立てている証拠であって、決して悪いことではないはずだ。うん、ひまりちゃん、可愛くない？めちゃくちゃ。可愛らしいの。写真撮るぞなんかこの子かわいいな。なんかこの子思ったより早いな。バス移動も悪くないかも。うん、早いんだバス。お、着いた。なんかずっと見てくる、こっち。なんで見てくんの、めっちゃ見てくるやん。どうしたの、ニヤニヤしてこっち見て。先輩が真ん中のドアから降りたら面白いのになって考えてた。ボイスちっちゃくない？ボイスちっちゃ。ボイスちっちゃいって。だから、あ、そっか、面白い。そうかな。あ、そういえばそうだった、教えてくれてありがとう。オーマイガー。この子何でも口にするタイプだ。うん、お、着いた。ここ来るの初めて。何ここめっちゃ洒落てる。バス停に降りるとカナリアテラスの真正面だった。
うん、初めて来たよ。実際見るとかなり大きな、すごくおしゃれなとこだね。先輩、お目が高いね。人気の映えスポットだし。映えるよな、これ。映えるよな、めちゃくちゃ。なんかこの木々というか、なんかいいよな。語彙力な。そうなんだ。そうだ、写真撮って。あ、いいよ、全然撮ってあげる。え？行くよ。うん。え、たまるさんは俺と向かい合い、奇抜なポーズを決めた。何それ。撮って。いいよ、撮ってあげるよ。うん、ちょっと待ってて。行くよ。うん。え、俺は言われるがままにスマホを取り出して写真を撮る。じゃあ、これは？お？おーい。ちょっと待って。ごめん。おーいえいって言おうとしたときに、なんかクリックしちゃった。ごめん。切っちゃった。玉よりさんは奇抜なポーズを次々と決めていく。俺は道行く人に変な目で見られないか心配していた。だがよくある光景なのは、よくある光景なんだろう。特に気にしていない様子で、むしろ玉よりさんの姿に微笑む人すらいたよ。いい世界、いい優しい街。先輩、TikTok にあげる動画も撮って。TikTok? TikTok? TikTok? あ、うん、いいよ。はい、どうぞ。やっぱ可愛い服だとテンション上がるぜ。この、上がるぜ、ぜが可愛い、ぜが。たまるさん、本当に楽しそうな顔してるな。これも制服の力なんだろうか。よーし、撮ったやつ見せて。この手何、この手可愛すぎんか。うん、下に行った。一通り撮影を終えると、俺のスマホを覗き込み、撮った写真や映像を真剣に見始めた。ん、いきなり何これ。貝へ潜り込まれて驚いたし、そのバグった距離感に思わずドキドキしてしまう。うん、この子やっぱ距離感バグってるよね。なんかこの子距離感バグってるよね。顔前に細く柔らかな髪の毛からは、シャンプーのいい香りを強く感じる。シャンプーのいい香り。あー、やべ、ぼっそ。やべ。この身長差だと、つむじが丸見えで、そこからまた髪の毛とは違った匂いがしてくる。さすが先輩、グッジョブ。私に送って。よかった。グッジョブか、ありがとうね。玉よりさんはパッと振り向き、大きな瞳で俺を見つめる。その無邪気な瞳に思わず吸い込まれそうになる。うん、大丈夫だよ。かわいらしい。この顔かわいい。何この頬って口。いや、この口にチューしたい。この、ここにチューしたいわ。あー、うん、送るよ。サンキュー。じゃあ、そろそろ行こう。あ、行こうね。うん、そうだね。なんか店舗に入る前から、どっと疲れた気がするね。俺もなんか疲れた。なんか、めっちゃ疲れた。なんか、突っ込みどころ多すぎて、毎回突っ込んでると疲れちゃうな。めっちゃ、かわちー。あ、これ、なんか明太子だ、明太子。俺たちはカナリアテラス内のキャラクターショップへとやってきた。玉よりさんはお目当てのぬいぐるみを手に取って目を輝かせている。これ可愛いか？王道から外れたシュールなキャラクターだ。こういうのが女子に受けてるんだろうかね。女子受けってよくわかんないよな。なんか、女子に受けるものってよくわかんねえよな。普通に可愛くない？私の推し。これが推し？可愛らしいの。確かにね、可愛いけどなんかね、なんかね、なんかあんま可愛くないかな、やっぱり。可愛い私の推しね。キャラクターにも推しがいるのか。うん、この子推し、最推し。最推し。なんかもう何でもね、最近の子って何でも推しって言うよね。めんどくせえよな、本当に。そんなに好きだったのか。もしかして俺の感性の方がおかしいのかな。いや、そんなことないと思う。でかー。シュールじゃん。胸でかー。なんか胸ちょっとなんかブラつけてない？大丈夫？ローラ、この人知ってる。前から思ってたけど、見た目めっちゃ不穏じゃない？胸でかー。あの人たち俺と同じこと言ってる。俺の感性は一応間違ってないみたいだ。明太子の中の卵が突然変異して中身突き破ったらしいよ。どういうこと？明太子の中の卵？もうその時点でおかしいけどね。どういうこと？その時点でおかしい。どういうこと？そうなの？さすがにえぐいって。いや、お前のね、君のおっぱいもえぐいって。こいつってそんなにバックグラウンドがあったの？怖っ。こっちのお目目パッチリの彼女は結構マシじゃない？うん、マシ。うわ、おっぱいでか。ローラ、よくわかんない。うん、ローラって言うんだね。全然女の子に受けてないじゃん。うん、人それぞれってことですよね。結局その子たちは主役ではなく、モブなキャラクターグッズを買っていた。モブ。ちょっとだけこのキャラクターに同情してしまった。あ
あ、出た、この子、可愛い子出た。ふと視線を移すと、その子たちを、悲壮な眼差しで見つめる女の子の姿か。こんなん誰も可愛いと思っとらん。この子なんかさ、可愛くない？めちゃくちゃ。この子可愛いよな。彼女は手にしたメンタグッズを棚に戻した。思い詰めた顔してどうしたんだろうか。あの子、前もどっかで見たような気が。うん、カフェで会った、カフェでこの前。あ、行っちゃった。先輩どうしたんだ？あの子なんなあの子。ね、あの子ちょこちょこ出てくるけど、ね、重要人物とかね、今後の重要人物？先輩どうしたんだ？いや、なんでもないよ。そっか。よく見るとこの子って、先輩に似てるよね。そんなに？おい、俺そんな可愛い？俺そんな可愛いか？え、嘘でしょ？どの辺が？全体から醸し出される雰囲気。うん。やっぱそうとしか思えん。いや、雰囲気ってしっかり言ってる。雰囲気じゃなくて雰囲気ってしっかり言ってる。うん、いまいちよくわかんないな。こんな感じで目をビーって伸ばすともっと似てるかも。やってみて。目をビーって伸ばすと。玉よりさんは自身の 両目尻を指で伸ばす。とんでもない変顔してる。この子かわいい。こんな感じ。もう俺のことでめっちゃ遊んでんじゃん。こう？違う。ちょっとやらせて。なんでちょっと泣いてるん？なんでちょっと泣いてるん？お、玉森さん、俺の顔に両手を添え、ぐいっと下を向かせた。冷たくて柔らかな手の感触が伝わってくる。ちょっと、玉森さん。大きくて丸い目で一心に俺を見上げている。頬を抑えられ顔を背けることができない。うわ、エロ、そのままチューしよう。先輩、やっぱり押せる顔してるね。なんでそんなこと言うの？そんなこと言うのってか、なんでそういうこと言うの？ね、なんでこの子ってさ、なんか何でも口に出せるの？本当に。なんで？恥ずかしくない？やっぱり押せる顔してるね。恥ずかしくない？え？玉よりさんはつま先立ちして、さらに顔を近づける。ぷくっとしていて、みずみずしい唇が迫る。え？玉井さん？玉よりさん？顔が天才かよ。え？いや、ギュポー？お前、めっちゃイケメンなんか、お前、もしかして。ね、生田ギュポーって名前してんのにめっちゃイケメン？この体勢は、さすがにまずい。玉よりさんを引き離そうとした、その時だった。じゃあ、目尻を引っ張るぞ。ビヨーン。うわあ！目の前の視界が歪んでいく。わあ！めっちゃ似てんじゃん。そんなに？そんなに？めっちゃ似てんじゃん。そうかな。どちらかというとひまりちゃんの方が似てないこの子に。え、嘘でしょ？似てるってか、もはや本家だ。本家。あ、いた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 。あ、伸ばしすぎた。うん。可愛いこの顔。この顔可愛くない？めちゃくちゃ可愛くないこの顔。玉よりさんはとっさに手を離し、俺の顔を解放した。先輩、大丈夫か？かわいい、この子。ダメだ、ダメだ。俺をダメにする。先輩、大丈夫か？歪んだ視界が戻っていく。驚き心配そうな玉よりさんの顔があった。大丈夫だよ。ごめんよ、先輩。ついぶち上がっちゃった。この子、すぐぶち上がんだよな、この子。すぐぶち上がってしまうんだよな。全然大丈夫だよ。よかったね。顔を固定されて気づかなかったが、周囲の注目を集めてしまっていた。客や店員が、なんて読むなこれ。なんて読むな。イカが、なんとかしそうな視線を向けている。それよりも、あんまり長居するのは良くないし、早くそれを買っていこう。うん。顔？一人一個までだから、先輩も手伝う。おにゃっ！ちょっと。可愛くないこの子。うにゃだってうにゃ。レジに向かおうとすると、玉よりさんが誰か他のお客さんとぶつかってしまう。ほぎゃほぎゃ。やばい、この顔エロ。この顔エロ。なんか言ってる。言ってる。おいたせ。ごめん。大丈夫か？この子。大丈夫？大丈夫？なんか顔言ってるよ。すまんです。すまんです。この子はさっき磨けたことは、なんだか声優さんみたいなすごくいい声だな、確かに。おぎゃ、どげんしよう。彼氏さん、マリコワカ顔しとる。彼氏さんと間違えられてる？俺彼氏さんだと思われてる？いや、その口何？この口。この口。この口、特殊な口。なんておぼってる場合じゃない。
こっちの口注意です。すいません。ごめんち。ボイスちっちゃ、ボイスちっちゃ。ごめんなさい。うん、この子めっちゃいい声。見た目も可愛いし、めっちゃいい声。うわ、メンタの顔が潰れた。メンタの顔潰れた。ふにゃ、その子はメンタ潰れた顔面と玉よりさんの表情を見比べると一気に青ざめた。どうしたんだろう、最近見かけた、最初に見かけた時よりもこの表情をしていた気がするけど。おひゃ、どげんしよう、どげんしよう。どげんしようってどこの方言？潰れてもめちゃかわちい。いや、そう言ってる場合じゃないって。潰れてもめっちゃかわちい。見て見て、かわちくない？潰れた顔が、ぶき、ぶきみばってん、どこの方言？ぶきみって言われてる、どんまいメンタ。どんまいメンタ。しかも、こっちのが先輩に似てる。ほら、見て見て。ひど、ひどくない？人の顔を潰れた顔面と一緒にする、ひどくない？え？嘘でしょ？たまよりさんはメンタのぬいぐるみを俺の顔にと、俺の顔の隣に並べて見比べる。似てる、ちょっと似てるって。なんか複雑、めっちゃ複雑な気持ちなんだけど。君まで？こうやって潰すともっと似てる。え、潰すって。だから潰すとさ、もう原型ないのよ。原型なくなってんのよ、それ。うん、可愛いこの子。この子たち笑い方癖強。ひどい。ホギャ、ホギャって聞いたことない。ポケモンの鳴き声？別にいいけど。メンタ、好きになれるかもしれん。よかったな。いや、メンタのことが好きになってんじゃなくて、多分俺のことが好きになってんだよ。うん、何言ってんだ？メンタ嫌いなのか？うん。好かってまではなくけど。わかる。俺もなんかこいつ嫌い。なんかこいつ好きじゃない、こいつ。こいつ好きじゃない、なんか。わかるよ、その気持ち。あ、でもひまりちゃんがそう言うなら俺も大好き。そっか、好きな人も俺とよね。ボイスちっちゃ、ボイス、ボイスちっちゃない？ちょっと設定ないの、設定、ね、設定開いたけどさ、これちょっと見て、ボイス見て、これマックスなんだよ、これ、これボイスマックスなんだよ。え、これボイスマックスで、これちょっとちっちゃくない？めっちゃちっちゃいんだけど。戻って、はい。おう、最推しだかな。元気ね、あなた。そんな、染まって何、染まって。メンタグッズだらけだぜ。この子たち、この子たち相性良くない？そんなコツ好きとね。あなた、名前は？え、待って、待って、待って、あ、俺さ、もうさ、あのさ、あ、なんていうの、ひまりちゃんとゆいちゃんと、あの、なんだっけ、みおちゃん、みおちゃんがいるんだけどさ、あれ、また新しい可愛い子が増えた。なんか、やばい、やばい。選択肢がどんどん増える。私はたまよりひまり。ひまって呼んでね。ひまちゃんね。似たばら、ゆめはちゃん、ゆめはちゃんって言うんだ。だから、ひまって呼んでにゃ。ふは呼んでにゃ、にゃ。ひま。この子さ、やっぱ距離の詰め方、バグってるよね。わー、よろしく、ゆめち。ゆめち、もうすごこの子。ゆめちって、私のこと。この子すごくない？距離の詰め方バグってる。もち。もち。そのピエンみたいな顔やめろ、ピエンみたいな。ゆめち、ゆめち、うん、よかかも。ボイスちっちゃ、ボイス、ボイスちっちゃ。じゃあ決まりだな。うん、そうだ、ゆめちはコンスタやって。やっぱこの子距離感の詰め方えぐ。この子距離感の詰め方おかしいって。うん、やっとるよ。うん、交換しようぜ。すごくない、この子。この子すご、精神どうなってんの。でもね、いや、確かに、まあ確かにね、そういうな、控えめ、控えめな子にとってはありがたいかもね。むしゃ、完了。うん。そんな、こんなにフォロワー多かった。え、何人、何人、どうした、え、何人の、何人の、え、何百万人とかいるの、もしかして。うん、うん、そっかそっか。じゃあ私たちはメンタを買ってきますかにゃ。うん、メンタ買ってくんだ。そうだね。ちょっ
ん？何？お？どうした？おい、買うんか、ゆめはちゃん買うの？なぬ、潰れてんのに。無理して買わなくてもいいんだぞ。うん、いいんだぞ、かわいいな、ゾウがかわいいな。違うと、そうじゃなくて、これがよかって。ちょっと、え、これがいいんでしょ、潰れた顔がよくて、しかも潰れた顔は 俺に似てんでしょ、俺に似てんでしょ。いや、俺のこと好きじゃん。呼び捨て、呼び捨て、いきなりの呼び捨て。あとちょっとトイレ行ってきていい？トイレ、お腹痛い、お腹お腹痛くなってきた。よいしょ、ただいま。ただいま。ただいまね、戻ってきました。めっちゃ出た、めっちゃ出た。何がとは言わんけど、めっちゃ出た。ありがとう。大切にするけ。うん、よかったね。私も同じの買うぜ。お揃いだ。シシシか、かわいい。ムフフって笑う人初めて見た。潰れたメンタを欲しがるゆめちもな。うん、そうかもしれんね。あの、俺のなんか、俺どうすればいい？仕事頑張ってみようかな。なんか俺さ、なんか全然喋ってなくない？ギュポーギュポー、お前存在なくない？存在お前二人だけの、二人で盛り上がっちゃってるよ。ん、どういうこと？うん、いや、なんもなかよ。うん、かけそっか。悟空、うん、この子すごいな。先輩も一人一個だから手伝って。おい、ちゃんと持ってるよ。改めて受け取ったぬいぐるみをまじまじと見てみるが、どこが似てんのかさっぱりわかんないね。これ似てんのかお前。ギュポー、お前似てんのか。でも二人が仲良くなるきっかけになれば、まあそれでもいいと思ったのであった。うん、よかったよかった。はい、来まして、時間経ちまして、二田原なんて読むん？原さんとは別れた後、俺らは店内を回ることにした。雑貨店や書店など、玉寄さんが気になってたお店に立ち寄っていたら、いつの間にかお昼時となっていた。お、かなり待たされちまった。うん。おかげで揚げたてサクサクだぜ。テンション高。この子テンション高くない？揚げたてサクサクだぜ。え、玉織さん少なくない？それだけで大丈夫？うん、お前さ、食欲な、ね、食欲というか、ね、胃袋ちっちゃない？めちゃくちゃ。うん。私あんま食べないから。食べないから、そんなちっちゃいんだよ。もっと食べた方がいいよ。まあ、ちっちゃい子好みだけど、玉織さんが食べたのはアップルパイとシェイクのみで、それでも半分食べられない様子だった。うん、ちっちゃい胃袋。ちっちゃ。大丈夫か、この子。そうなの？そうなのかい？え？絶対合わないでしょ。気になるなら先輩食べてみて。うん、じゃ合わないと思うけどね。うん、じゃあ食べようかな。食べるんかい。残り全部あげる。もうお腹いっぱいだし。大丈夫かなこの子。そういう心配になっちゃうんだけど、栄養面とか大丈夫かお前。栄養面とか大丈夫かなこの子。そう言って玉織さんはパイをシェイクに突っ込んだ。よっしゃ、いい感じ。うん、なんでさ、ね、あの、食事する量が少ないのになんでこんな元気なん？よくわからない。どっからエネルギー出てるん？てか、そのパイ食べかけ、シェイクも、これでつまり、関節キスじゃないのか？ああ関節キス？いや、恥ずかしい。でも美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。ね、ひまりちゃんの、なんかよだれがついた、ね、パイ食べたい。気持ち悪い。だが、当の本人はこちらは全く気にしない様子で、食べかけの断面をこちらに差し出してくる。おい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 、嘘だろ。しかもあんて恋人同士でやることじゃないのか。先輩早く。ほらほらほら、あ、ちょっとギュポーギュポーやれやれ。えい、もう行くしかない。俺は覚悟を決めて口を開いた。年下の子に食べさせてもらう恥ずかしさや背徳感を感じてしまうが、最高最高。こんな可愛い子にね、あんてね、してもらえるなんて、もう死んでもいいや。死んでもいいや。うまい、めっちゃうまい。ひまりちゃんのよだれがついたパンめっちゃうまい。ただでさえ甘いアップルパイにさらに甘いシェイクが重ねがけされている。これはもう甘さの暴力である。なんというか甘さで殴られてる感じがしてすごいね。この味がわかるか、さすが先輩だ。全然褒め言葉じゃなかったんだけど、玉井さんの感性にはまだまだ追いつけそうにないな。そうね、てか先
うん、半分くらいならいけると思うけど。いや、私には絶対無理だ。口大きくてすごい。いや、逆にひまりちゃんはお口がちっちゃくて可愛らしいわね。ハムスターみたいね。いや、一口めっちゃちっちゃそうじゃない？なんかひまりちゃん一口めっちゃちっちゃそうじゃない？なんかね、ハムスターレベルだと思う、絶対。え、玉よりさんは尊敬の眼差しでこちらを見つめている。男らしい食いっぷりだったぞ。ありがとう。確かにパイの半分を30分かけてチビチビ食べていた玉よりさんに比べれば相当なのかもしれないが、チビチビ食べてたんか。私が食べきれない分を代わりに食べてくれてありがとう。うん、まだまだ全然余裕あったから大丈夫だよ。太る単純に太る。もしかしてこれからも玉よりさんが食べきれなかった部分を俺が食べることになるのかな。ちょっとした腑に落ちないところはあるが、食べ物を残してしまうよりはマシかもしれない。うん、そうだね。玉よりさんの何これ、なんとか校についているか不安ではあるが、いきなりですがここで問題です。はい、デデン、デデン、なんかフリー素材なんか急になんかデデンって BGM。 問題、うん、デデデン、何この音、どっから出てるん、このデデンデデン、どっから出てるん。あ、なんか押しちゃった。ハテナの言葉は何でしょう。なんだこれ、なんだこれ、アップル、うん、違うな、ナーゲ、うん、ちょっと待って何これかなり凝った問題だな。ちょっと待って、何これ、もう一度よく考えよう。これは何これ、アップル、ナゲット。これナゲットじゃないの？これ。何これ？ポテト。これ何？ポテトじゃない？これもポテト。ちょっと待って。何これ？ポテト。違うな。なんだ？ちょっと考えさせて。ちょっとわかんない。わかんないんだけど、ちょっと適当に答えていい？ジュース。答えはジュースかな？残念。不正解だぞ？うん、どういうこと？これどういうことかよくわかんないんですけど。これわかんなかったな。どうやって解くの？今が解説しよう。うわ、解説いきなり？この下矢印は、実はリップのことなんだ。うん。パイならシェイクに限る。ちょっと待って。パイ、シェイク。うん。ナゲット、ソース。うん、わかる。ポテト、ケチャップ、わかる。アップルパイにシェイク。ちょっと待って。いや、無理ない？ちょっと、無理がない？ちょっと、これ、この問題無理ない？ちょっと。この問題無理あるでしょ、絶対。ナゲットはソース、ポテトはケチャップにすると、順番に並び替えれば、答えはスイーツだ。これ、無理あるだろ、絶対。無理、絶対。無理あるでしょ、絶対。なるほど。そういうことね。なるほどじゃねえよ。さっきのシェイクの話は伏線？この短時間でこれだけの問題を思いつくとか、玉よりさんは天才なのでは？先輩が褒めてくれたー、やったー、めっちゃ可愛いやん。謎解き、なんか興味湧いてきたかも。謎解きできて今大満足だぜ。だぜ。そろそろ次に行くか。だぜ。うん、そうだね。うん、行きましょう。制服彼女。うん、あ、プリキだ。プリキ、また同じ場所。プリキ、ああ、あそこのプリクラのとこね。うん、私プリクラ好きなんだよね。うん、3人揃ったらプリ撮ろう。いや、もうプリクラでね、加工しなくてもいいぐらい可愛いけどね。うん、ちょっと待って、うん、これ加工しなくても可愛くない？なんか加工しない方が可愛いんじゃない？ 3 人か。先輩ならできるよ、だって私の推しだもん。推しね、玉よりさん。そうだね、ありがとう。3人揃ったらみんなで撮りに来よう。うん、どのプリキがいいかな。可愛らしいの。プリクラって違いがあるの？違いしかない。うん、可愛くするのとか綺麗にするのとかいろいろあって、うん、加工もデコレーションも全然違う。全部一緒じゃないの？一緒でこれもうこういうね、興味ないとなんか全部一緒に見えるんだけど、全部一緒じゃないの？うわ、ね、加工しなくても絶対可愛いけどね。むしろ加工しない方が可愛いと思うけど。詳しいね。でもそんなに種類があったらどれにすればいいか迷わない？みんな推しのプリキがあるけど、その日のノリもある。何でも推しだね。何でも推しじゃん。もうめんどくさ。なるほど、なんとなくわかったよ。じゃあ次は
おお、いいねいいね。うん、いいよ。うん。え、ですごい綺麗。ここ私の一番のおすすめ映えスポット。うん。うわ、ここすごいね。吹き抜けになってるんだ。俺はどのアングルから撮ればいいかな。じゃあ先輩はここで、向きはこっち。うん。あれ、建物を背にしたら撮れなくない？私と一緒に撮る。そう言ってたマルさんは自撮り棒を取り出した。どこから持ってきたの？どこからどこに持ってたの？コンスタの写真撮るんじゃないの？来た時はそう思ったけど、一人ならいつでも撮れる。うん。でも先輩とは今しか撮れない。うわ、目輝いてる、かわいい。私は先輩と一緒に撮りたい。あら、タマヨリさん。先輩、私と同じポーズ撮って。はいはい、撮った。今ポーズ撮ってる。こんな感じ。もっとビシッてして、先からビーム出す感じで。どういうこと？どういうこと？ビーム出すってどういうこと？ビーム出したことないんだけど。撮るよ。はい、撮った。早くない？撮るの。はい、チーズとかないの？いや、早いよ。次一緒にハート作ろう。先輩は逆の手。もうカップルじゃん。こうか？こうかじゃねえよ、お前。お前カップルだぞ、それ。もっとラブラブな感じで。どういう感じ？玉よりさんと俺の指先の同士が触れ合い、一つのハートの形になった。触れ合った指先は全ての意識が集中してしまう。その指はプニプニと柔らかい感触でひんやり冷たい。大丈夫？ひんやり冷たい。大丈夫か？血巡ってないんじゃないか？ってね、血巡ってないんじゃない？なんとかは俺よりも一回り、二回りも小さく、華奢で、その違いを実感し、愛おしさが込み上げる。愛しい気持ちが込み上げる。はい、取った。はい、チーズとか言ってくんないの？取った瞬間、たまらず指を離してしまう。どうしたの？先輩。生田先輩。いや、なんでもないよ。そっか。じゃあ、最後。うん。うん。次は何すんの？このぬいぐるみと同じ顔して並ぶの。出たな、そのキャラ。じゃあ寄って。先輩、身長が高すぎだ。もっとかがんで。ひまりちゃんって身長いくつ？ 140 とか140いくつ？めっちゃ低いよね、絶対。で、あとギュポー何センチ？ギュポーも180ぐらいあんのか？あ、うん、このくらい。ちょっとかがんだ。いや、まだ高いよ。先輩、大きすぎ。もっとかがんで。なんかエロー、なんかエロー。先輩、大きすぎ。なんかエロー。結構かがんだと思うけど。玉よりさんが俺の肩を両手掴んで体重をかける。急なボディタッチにドキッとしてしまう。もっともっとかがんで。なんかエロくない？なんかエロくない？玉よりさんは小学生かと思うぐらい軽くて、体重をかける効果が全くない。俺は言われた通りかがんでいく。おし、このくらい。低くない？結構低くない？もうほぼ膝立ちというくらいまでかがんだところで、やっと二人の目線があった。よし、来い！じゃあ、撮るよ。はい。はい、撮れた！やべ、はい、チーズとか言ってくんないの？よくそんな次々とポーズが思いつくね。ねえ、最後の見てみて。ね、この手かわいよ。どんな感じ？三人とも顔がめっちゃ似てるの。めっちゃ笑う。たまるさんが笑いすぎだって、このキャラ一人で数えるんだ。あ、このキャラもか。画面に映る玉よりさんと俺はキャラクターに負けないほどシュールな顔で、これはこれでいい写真だと思った。よかったね、めちゃくちゃいい写真じゃん。笑いすぎてお腹痛い。何度見ても笑けてくる。めっちゃ笑う。笑いすぎてお腹痛い。せっかくだしもう一回撮ろう。これは面白すぎ。めっちゃ笑ってる。うん、まだ時間はあるし、全然あるし、撮ろう。その後、結局その後二人でずっと変な写真を撮って盛り上がってしまった。気づいたら日が傾きかけていて、カメラロールは俺らの写真でいっぱいになっていた。よかったな！お前らよかったな、本当に。仲いいな、お前ら。仲良すぎない？あー。仲良すぎだろう。あ？めちゃくちゃ面白かった。ねえ、面白かったね。いや、エロ、なんかエロくない？うん。バス走って、うん、ご乗車。そうだね、最後あそこまで盛り上がるとは思わなかった。西陣商店街前、何度見てもおもろいな。海鮮ってさ、おおりのお客優しいだけじゃなくてめっちゃ面白いんだね。そうかな。そうだよ、俺って優しくてめっちゃ面白いんだぞ。最高だろ。
そんなこと初めて言われたよ。やっぱ先輩押せるわ。今日は椅子に来てよかったな。よかったが、よかったな、よかったなって思える。よかったね、本当に。なんか、言葉がまとまらない。よかったね。俺も今日は楽しかったな。うん。何の時間？何の時間？もう着いたの？早くない？先輩、これからもバイトよろしくね。うん、よろしくね。うん、こちらこそよろしくね。またね、先輩。またね、バイビー。じゃあ今日はここで気をつけてね。先輩、もう一度あの顔やって。めっちゃツボってる、この子。この子めっちゃやってほしがってる、やってほしそうにしてる。はあ、一回だけだからね。はい。やっぱ先輩最高、押せるぜ。押せるぜ。玉よりさんはところどころとこ捉えどころない性格だと思っていた。でも可愛い制服で喜んだり大声で笑ったりする普通の女の子らしい一面もあるのだと気づいた。うん、あ、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。え、あ、ツバ、ちょっとモニターにツバが飛んでる。うわ、すごい、メンタめっちゃいる。メンタめっちゃいる。あと女の子らしい部屋。え、写真を見たくなって何度も開いてしまう。もう癖になっている。おもれ。何度見ても無限に笑けてくるぜ。いや、これ、一人のね、実質でこれ話してんのやばくない？一人で。これ一人で、ずっと言ってんの。やば。今日買ったメンタのぬいぐるみを強く抱きしめて顔を埋める。こっちのメンタはちょっとだけ、先輩の匂いが残ってる。え？密かに香る、残りがを吸ってみる。なんか寂しくなっちゃった。え、何この格好？な、エロ？めっちゃエロいやん。うわ、何この下着エロくない？普段ではありえないぐらい歩いてクタクタなはずなのになぜか眠気が来ない。先輩、ライムしてくれるかな。うん、私はライムで先輩の名前を探した。うん、主人公来た。うん、ギュポー大丈夫か。あ、来た。夕飯食べながら玉よりさんのおすすめのクイズをチャンネルを見ているとライムが来た。玉よりさんからだ。今日は遊んでくれてアンガト。アンガト、うん、いいよ。大好きチュー、ありがとうね。誘ってくれてありがとう。めっちゃ楽しかった。写真いっぱい撮れたし。うん、楽しんでくれてよかった。お前なんかね、あっさりしすぎじゃない？なんか返信あっさり。先輩は？うん、今日は写真撮ったこと以外にもメンタとかファーストフードとかいろいろあったな。俺も楽しかったよ。イエーイ。テンション高。もう俺ついてけないわ。もうこの子にこの子についてけないわ。なんか疲れてきた。大好きちゃん、ありがとうね。先輩、タマルさん、そんなに楽しんでくれてたんだ。タマルさんが良ければ毎週誘っちゃう。毎週？ちょっと毎週はきついかな。ちょっとこのテンションで毎週きつくない？毎週？聞いてる？かーん。もう全部言葉にするね、この子。活動で会えるから、それで手を打つ。うん、そうだね。自己解決したの。この子偉。全この子意外と偉いんだよな。そうだね。活動でもよろしく。うん。ぜ、ぜがかわいい。俺も頑張るよ。さすが先輩、押せるぜ。かっちょよ。かっちょよ。玉よりさんの重圧が。安心したら眠くなっちった。眠くなっちったか。そっか、ゆっくり休んでね。うん。またね。うん。大好き。ありがとうね。おやすみ、ありがとうね。おやすみ。ああ、玉よりさんもモデルの活動を楽しみにしている。本格的に活動するには、あと一人モデルが必要だ。もう、ね、みおちゃんしかいないよね。みおちゃん。あ、みおちゃんじゃなくても、ゆめはちゃんだっけ？ゆめはちゃんがいたよね。月曜日、みお先輩に会って相談してみよう。そうだね、みお先輩がいるもんね。ね、胸でか。どのアイシャドウにしようか迷うな。うん、春の新色、せっかくだから使いたいけど。うん、胸でか。地味なんだよね。胸でか。じゃあグリッターでツヤ感を足せば、うん、できた。これで撮影もデートも完璧でしょ。何言ってんのか分かんない。何かしてくれるかな。うん。絶対にドキドキさせちゃうから。次回トップモデル VS 厄介配信者。厄介、楽しみにしててね。誰？厄介配信者誰？え、誰？トップモデル厄介配信者誰？またここで出会うなんて奇遇だね。
転校手続きは終わった？お久しぶりです。ミオ先輩お久しぶりです。胸でかいっすね。月曜日の放課後、いつもの時間にミオ先輩がやってきた。ミオ先輩、はい、あらかた片付きました。それはよかった。お疲れ様。こっちの生活にはもう慣れた？なんかミオ先輩の声って落ち着く。なんかミオ先輩の声落ち着く。はい、結構慣れました。時たま都心との違いに驚かせることもありますけど。ああ、それあるあるだよね。いろいろ違うもんね。うん。私も仕事で都心に行くけど、結構やらかしてきたな。なんかすごく落ち着く。ね、ミオちゃん？ミオちゃん、あなたすごく落ち着く声してんね。え？ミオ先輩も失敗することがあるんですか？それはあるでしょう。もうしょっちゅうだよ。うん。似てる会場名のとこ行って、イベント第一刻とかね。ミオ先輩かわよ。ミオ先輩かわいい。ミオ先輩レベルだとスケールでかいっすね。そうなのよ。ほんと気をつけないとね。じゃあ私はそろそろ行くから。もう行っちゃうの？もう行っちゃうの？悲しいんだけど。あ、行っちゃった。ちょっと待ってください。はい、なんでしょう。うわ、すごく落ち着く。なんかひまりちゃんの後だとなんか余計落ち着く感じがすごい。今日はミオ先輩に用があって待ってたんです。やっと本題が来たね。うん。何か言いたいことがあるんだろうなって思ってはいたけど。すごく落ち着く。落ち着く、めちゃくちゃ。気づいてましたか？ミオ先輩にお願いがあるんです。うん。私に何でも言ってごらん。何でも？何でも？じゃあ僕とミオ先輩は表情をかしこまらせながら、前髪を整え、横髪をかき上げ、耳にかけた。ありがとうございます。その俺は、ミオ先輩に。うん。うん。ちょっと照れてる、可愛くない？ミオ先輩はどことなく落ち着きがない様子である。指で唇を撫でながら、何か期待するような視線をこちらへ向けてくる。ね、エロ？めっちゃエロ！指で唇を撫でながら、エロくない？いや、ヤヒロミオさんに、はい、はい、俺は完璧な角度のお辞儀をし、出版社の名刺を差し出した。うちのモデルになってほしいんです。モデル？モデル？うん、はい、ファッションモデルです。それは完全に予想外だったな。てっきり告白されるかと思った。そういうのならしょっちゅうだからさ。しょっちゅうなの？いや、しょっちゅう、まあ、モデルだもんな。モテてんもんな。ファッション、もうしょっちゅうか。オッケーしたっすか？俺が告白したら、ね、ミオ先輩はオッケーしたのかな？なるほど。勘違いさせてすいません。なんだ、そういうことだったのか。君なら別に悪くないなって思ってたとこだったのに。ボイスちっちゃくない？なんか。ボイス、めっちゃちっちゃいんだけど。はい？今なんか言いました？何でもない。あ、飽きられてる。学校でモデルの勧誘してきたのは君が初めてだよ。うん。言われてみれば確かに普通そんな人いないですよね。これマジモンの会社だね。出版社なのに衣装デザインもやってるんだ。うん。面白いね。面白いでしょ？おじさんが社長していて、デザイナーもなんとかにしてんです。おじさん何者？確かに。じゃあ君はおじさんのとこでお手伝いしてるってわけだ。そうなんすよ。あのおじさんね、いろいろめんどくさいんすよ。ちょっとあのおじさんね、いろいろめんどくさいっすよ。はい、そうなんです。天神ならうちの事務所の近くか。ちょっと見に行ってみようかな。どんなとこで働いてるか興味出てきた。あー、興味出てきた。マジで？ありがとうございます。見学だけでもして行ってください。いつか都合がいい、いつが都合いいですか？今からいい？え、今から？うん、集合時間まで余裕あるし。あ、そうっすか。俺はグループLINEに投稿されているおじさんの予定表を確認する。はい、大丈夫です。念のため連絡は入れますが。じゃあ決まり、うちの事務所の車乗ってきなよ。いいっすか？あとこの、ね、このネックレスというか、ね、つけてる、これ何？これ何の形？え、出版社に送ってくよ。あ、出た、この下出し可愛くない？え、送ってくの？制服彼女は落ち着かない。トップモデルの送迎車に乗れるなんてなかなかないもんね。うわー、なんかいいな、なんか羨ましいな。実はミオ先輩の車に乗せてもらい、出版、あ、俺はミオ先輩の車に乗せてもらい、出版社へと向かう。移動中、おじさんから見学 OK と返事と一緒に駐車場の情報が送られてきた。
そうですね。君だけの特別待遇だよ。え、特別待遇？え、この後なんかすんですか？え？君は素直だな。なんかすごくいいなこの子。随分と仲良くされていますが、もしかしてお付き合いされてますか？スタッフさん、スタッフさん、いや違います。僕はお付き合いなんてしません。わかる？さっきここ違うわ。いやそれは誤解です。出版社の見学に誘っただけです。頼みますから変なスキャンダルは勘弁してくださいね。お疲れい。はーい。そういえばさっきファッション誌って言ってたけど、どういう系の雑誌？どういう系？どういう系とは？ガーリーとか、フェミニンとかあるじゃない？ガーリー？フェミニン？何それ？ちょっとよくわかんない。やばい、全く知らない単語が出てきたぞ。でもちゃんと答えないと回遊に失敗する。学生服の魅力を全面に押し出すコンセプトです。モデルも学生がやってるんです。それって私服制服ってこと？そう。私服制服ってなんだ？玉よりさんみたいに遊びで着ていってもいいのか聞いてみるのか？聞いてんのか？プライベートでしか着て、プライベートで着ても大丈夫ですよ。だけどガチの制服にしか見えないですけど。なるほど。それは面白いね。なおさら気になってきた。小指細ない？小指細、ここ、なんか舐めたい。ここ舐めたい。なんとかうまく乗り切れたみたいでよかった。声ちっちゃない？これボイスちっちゃ。着きましたよ。着いた？送ってくれてありがとうございます。車はそこの駐車場にお願いします。わかりました。私は下で待っていますので。スタッフさんも可愛いよ絶対。スタッフさんも絶対可愛い。ミオ先輩は中を案内します。うん、よろしくね。うん。俺ら車から降り、出版社があるフロアへ向かった。わっ、おじさん、3年生の先輩連れてきましたよ。いらっしゃい。ちょうどお茶を入れてきたわ。出た、イギスおじさん出た。ありがとう。いつも急でごめんね。いいのよ。むしろこんなにすぐ見つけてきてくれるなんて。ここ最近ほんと絶好調ね。絶好調なのよ。分かっちゃいますか？ちょっと分かっちゃってる？私絶好調なのよ。今日は見に来てくれただけだよ。それで十分よ。興味を持ってもらうきっかけが大事だから。おじさん、おじさんなんかすごく目キラキラしてる。それもそうだね。入ってきていいですよ。お邪魔します。おー、え、かわよ。ヤヒロミオ、どうしてここに？知ってるの？おじさん、誘われて見学に来ました。3年の先輩って言ってたけど、まさかヤヒロミオを連れてくるなんて。なんかどうした？大丈夫か？なんかすごい顔になってるよ。大丈夫？なんかまずかった？今や飛ぶ鳥を落とす勢いのトップモデル、ヤヒロミオよ。どんな手を使ったの？飛ぶ鳥を落とす勢いのトップモデル。え、怖くない？あ、意外と怖いタイプ。あ、意外とライバルでもね、ライバルでも容赦しないみたいな。いや普通に誘っただけだよ。こうしていられないわ。ヤヒロ様、先ほどは取り乱してしまい大変失礼いたしました。おじさんどうした？社長のイギス守ると申します。よろしくお願いいたします。袖を直し流れるように名刺を差し出した。こんな仕事モードのおじさんは初めて見た気がする。プライベートで来ているのでかしこまらないで大丈夫よ。イギスさん、どこかで聞いたの？ボイスちっちゃない？何度も言うけど。では普段通りに。業界は狭いから独立前の会社のつながりでもあるんじゃないかしら。何その、5本がトリガーなの？5本がトリガーなの？おじさん切り替え早っ。にしてもこの業界にいるとトップモデルにも名前が行き渡るんだな。今日は好きなだけ見ていってね。はあ、見ていってね。ありがとうございます。衣装が制服だと聞いてとても気になってて。いや可愛いよね。ミオちゃんめっちゃ可愛いない？いやこの子が一番タイプだわ。もうさっきからずっとずれてる。興味を持ってもらえて嬉しいわ。目に留まったものがあれば試着も OK よ。うん、ありがとうございます。
じゃあ早速見せてもらおうかな。あー、見てって見てって。ミオ先輩は衣装を保管しているエリアと案内した。衣装を目にした瞬間、目の色が変わった。おしゃれな制服がこんなに、見たことないデザイン、全部オリジナル。すごい、おじさんってすごいんだね。私がデザインした一点物よ。一点物、何この神クオリティ。この生地、制服しか使われていないやつじゃん。どうやって調達したの。すごい、目がハートになってる。目が、あ、ちょっと見えないけど目がハートになってる。あら、そこに目をつけるなんてお目が高い。うん、制服メーカーにツテがあってね。おじさんすごくない？なんかね、なんか裏社会のボスみたいな裏社会のボスみたいになってんじゃん。通りで縫い方もちゃんとしているのね。まさに大手の工場で生み出される品質ね。うん、その制服は私が裁縫したものよ。どう、道具が軒並み揃っているわ。どうし、ね、おじさん何者。嘘でしょ、イギスさん何者。ちょっとこれ着てみてもいい。うん、もちろん、案内してあげて。はい、うん、ミオ先輩こっちです。ありがとう。うん、かわいらしい。君も一緒に着替える。いいかい、いいのかい。着替えていいのか、一緒に着替えたい。いえ、先輩だけでどうぞ。ゲバーゲバー、せっかくのチャンスを何しとんねん。そっか、残念。ミオちゃんと一緒に着替えたかった。ミオ先輩はいつもより明らかにテンションが上がっている様子だった。ミオ先輩、制服にかなり詳しいね。俺は話の半分も分かんなかったよ。あなたも少しは知識があった方がいいわね。うん、これから少しずつ教えてあげるわね。おじさん何者？裏社会のボス？うん、ありがとう、ちゃんと勉強しなきゃね。だけど、いくらプロのモデルといえど、あそこまでの知識は身につかないはず。何か秘密がありそうね。秘密かい？秘密？ミオ先輩の秘密？待たせたわね。うん。え？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 かわいい。髪下ろしてる。ちゃんと着こなせてる？かわいい。めちゃくちゃかわいいんだけど。何この子。凛とした歩き方でミオ先輩が登場してきた。俺らの目の前でピタリと止まりポーズを決める。制服の制御さが彼女の美貌をよく際より際立たせている。すごい、これがプロのファッションモデル。衣装の雰囲気に合わせたポージング、さすがプロね。プロだね。予想通りの反応をもらって満足したミオ先輩はくるりと一周回って次のポーズを決める。すげー、すごー。こんなに心が躍るのは久しぶりよ。うん、ここの胸の谷間になんか手を置いてる感じ、エロ。おしゃれだからってのはもちろんだけど、衣装なのに着心地が良くて、たくさんポーズを取りたくなる。うん、制服は3年間着続けるものだからね、着心地は大事よ。何者？おじさん何者？本当にあなた、その制服にかける情熱に脱帽ね。うん、あのヤヒロミオにお墨付きをもらえて本望よ。なんかイギリス、おじさん、なんか思ってたよりあんたすごくない？ここって写真撮ってもいい？うん、ええ、大丈夫よ。うん、ありがとうございます。はい、私のスマホ。え？は、はい。ポーズ撮っていくからじゃんじゃん撮って。うまく撮れよ、ゲポ、うまく撮れよ。わかりました、じゃあ撮りますね。うん、うん、エロ。わわわわ。ミオ先輩は次から次へとポーズを決めていく。どこを切り取っても美しい動きに見入ってしまう。まさかミオ先輩とこんな状況になるなんて、初めて会った頃の俺は想像もつかなかっただろうな。そうだよね、もう成長してる。うん、ゲポン、お前成長してるよ、めちゃくちゃ。よし、大体取れたでしょう、ありがとう。はい、いや、すごくいい経験になりました。いや、今日はここに来てほんとよかったな。うん、楽しんでくれて嬉しいです。ここに来れば制服全部着れるってことでしょ。裁縫の道具もノウハウもあるし。よかったね、よかったね。ぶっちゃけアドしかないんだよね。めっちゃ可愛い、髪下ろしたミオちゃん可愛くない？めちゃくちゃ可愛いんだけど。それにここには君がいる。声ちっちゃ。可愛い、その唇、この唇にキスしていいかい？キス。ミオ先輩？決めた、モデルするよ。ボイスでか、いきなり。え、私がここのモデルになってあげる。やったー、やったぜ。うわ、下、うわ、エロ、ここベロベロ舐めたい。ここベロベロ舐めたい。
本当にいいんですか？うん、マジでいいって言ってんの。うん、私一度その気になったら曲げないから。わあ、素晴らしい。でも事務所は大丈夫なの？確かに大丈夫。胸でこの手を挟んでる感じエロ。うちみたいな生まれたてほやほやのメディアにヤヒロミオの貴重な1年をくれる気がしないのよ。ああ、口がどうなってるんこれ。口、確かにミオ先輩は全国でも流し入れ渡ってる売れっ子モデルだもんな。そうだね。この話を持ち帰ったら社内で反対意見が出るんじゃないかな。ああ、難しいわよね。事務所としてはあなたを今さら地域のファッション誌に出す旨味がないもの。ああ、私にいい考えがあるよ。何？いい考え？何かしら。何かしら？気になるわ。持ち帰ったら反対されるんだから。持ち帰らなきゃいいの。は？それってどういう意味ですか？私に任せて。あ、スマホ返してもらえる？お前、スマホ返す前にちょっとね、スマホの匂いとかね、スマホベタベタ触っとけ、ちょっと。ね、ミオ先輩の赤とかついてるかもだから。あ、はい。俺は急いでミオ先輩に預かっていたスマホを手渡した。ああ、時間経ったね。ああ、楽しいね。はい。地域ファッション誌の枠に収まらない大きな可能性を秘めた企画だと思っています。うん、すご。俺とおじさんが骨葉を飲んで見守る中、ミオ先輩は電話でテキパキと交渉を進めてる。え、この子、高校2年生よね。高校2年生じゃ3年生。高校3年生よね。いや、おかしいで、おかしいって。俺の一つ年上？俺の一つ年上、おかしいって。俺と1学年しか違わないのにしっかりしててかっこいいな。そうだよな。はい。課題ですか？どうやって電話してるん？電話、どうやって電話してるん？順調そうだと思った矢先、ミオ先輩は驚きの表情を浮かべ、電話の相手にそう聞き返した。何言われたんだ？わかりました。いや、やります。はい、ありがとうございます。では。どうやって電話してんだろう。ね、両手ね、もう使ってないのに電話してる、すごくない？通話を切って、ミオ先輩はスマホから耳を離した。どうでした？うん、好感触だよ。好感触。制服のファッション誌って他じゃないし、うちでもできないからって社長が。いや、好感触か。なんかミオさんのおっぱいもね、なんか好感触なんだろうね。社長さんに直談判？うん、直談判。はい、うちの社長フランクというか、距離が近くて直接相談とか聞いてくれるの。ほう、そうなのね。大きな事務所の社長さんにしては変わってるけど、いい社長さんね。それあなたが言う？イギさん？あなたが言うこと？社長さんにしては変わってるけど、あなたも十分変わってるけどね。イギさんも十分変わってるよ、社長として。おじさんほど変わってる人はそうそういないと思うけど。いや、そうだよな。変人だけどいい人だよ。イギさんもね。そちらの事務所との契約も前向きに検討したいって。イギスおじさん並み、ね、イギスおじさんよりね、変人な人いないっしょ。本当ですか？じゃあ。ただし、一つ条件を出されたの。何？ミオ先輩は人差し指を伸ばしていった。それってさっき言ってた課題ってやつですか？聞こえてた？この目かわいい。そこだけですか？じゃあ説明するね。うん。うちの事務所との契約を認めるにあたって、写真を1枚撮って見せてほしいんだって。どういうこと？あら、そういうことならすぐにカメラマンを手配するわ。うん、うん、撮るのはスカウトマン、つまり君を社長はご指名なの。え？ちょっと待って、なんかスケールでかくない？え？俺ですか？急に話を振られ、俺は目を見開く。おじさんびっくりしてる。おじさんめっちゃびっくりしてる。そう、君の撮った写真を見て最終的に判断したいらしいよ。嘘でしょ？ちょっと待ってください。俺カメラとか写真とか全然詳しくないですよ。確かに彼には見どころがあるけれど、さすがにそれは荷が重いんじゃないかしら。ねえ、重すぎ。ごめん、言葉が足りなかったね。社長が見たいのは撮影技術じゃなくて私をスカウトした理由なの。ほう、理由ですか？それなら直接説明した方が早いんじゃ。私もそう思うんだけど、社長のこだわりなんだよね。どう、変なこだわり。真実を写すと書いて写真。言葉で嘘をつくことは簡単でも、写真で嘘をつくことは不可能と。
ってなんか喋り方おかしくない？喋り方どうした？これが社長のモットーなんだ。うん、あるわね。なんでそうなるん？やっぱり変わってる人だった。社長はカメラマン上がりで、写真を見れば撮影者の考えやモデルの気持ちまでわかるらしいの。そんなに？何、特殊能力？謎の特殊能力持ってる。すごい人なんですね。うん、みんな社長を尊敬してる。そんな社長を納得させる一枚を撮らないとね。うん、具体的にはどんな写真だったら合格なんですか？それが新しい八尋美代が写っている写真ん？って言われたんだ。どういうこと？一口に新しいと言ってもいろんな意味に取れるわね。どういうこと？いつもの八尋美代で満足。いつものマイ八尋美代。それは今の私の知名度を利用したに過ぎないってことみたい。ああ、なるほどな。厳しい意見だけれど、まさにその通りだわ。新しい、いや、みひろ先輩。ごめんごめん。プレッシャーをかけるつもりはなかったんだけど。いや、めっちゃプレッシャーかけてくるやん。めっちゃかけてくるやん。すいません。頑張ります。うん、私も頑張るから、もっと気楽にね。いや、気楽にできませんよ。できないって。撮影方法に指定はあるのかしらね。全部自由にしていいそうです。全部？撮影場所も機材もスマホで撮った写真でも OK だよ。マジで？少し安心しました。細かい日程とかは後で決めよう。ライムでいいかな。ライム、はい。みお先輩はライムの画面を開いて招待コードを表示する。やひろみおとライムの交換。私はちょっと下に行ってスタッフさんに挨拶してくるわね。すごい、おじさんすごくない？はーい。はーい。で、ライム交換しよう。うん、これ私の。え、ライム、アイコン、どんなアイコン？めちゃくちゃエッチだったらどうする？めちゃくちゃねえ、もうねえ、めちゃくちゃエロかったらどうする？あ、ありがとうございます。私がライム交換するの。本当にレアなんだからね。はい、わかりました。わかりました。なるほど、確かに。せっかくだし、さっきの写真送っちゃおう。さっきの写真？ありがとうございます。ん？何？ん？何？確かに送られてきたのは写真、ん？写真はみお先輩写、撮影した写真、滑舌が回らないよ。確かに送られてきた写真はみお先輩を撮影したものであった。しかし、え？うわぁ！ダメだ、情報がいつまで経っても完結しない。ちょっと待って、領域展開食らった。領域展開食らった。ええ、ちょっと待って、脇エロ、胸でか、太もも太、顔よ、ちょっと待って、待って。とりあえず、父もんでいいかい。ちょっと待って、なんだこの写真は。これってどういう状況？写真の中のみお先輩はかなり際どい衣装を身にまとっていた。露出はギリギリを攻めているし、布のある部分もボディーラインがかなりはっきりとわかる。結構よく撮れてるでしょう。もしかしたら君、才能あるんじゃない？ちょっと待って、なんか、ここもみたいな、ここここもみたいな、もんで、ここ舐めたいな、ここ舐めて、ここもんで、ここ舐めたいな、ここも舐めたいな、で、ここも舐めたいな、ちょっと待って。ここ、全部舐めたいな、ちょっと、情報が、いつまで経っても完結しない、領域展開を食らった。これはミス？それともいたずらで送って反応楽しんでる？どっち？そんなに写真をまじまじと見て、私に見とれちゃったかな？ちょっと待って、ちょっと待って、こんなん送られてきたらさ、好きになっちゃうじゃん、ちょっと。こんなん送られてきたら好きになっちゃうじゃん、ちょっと。いや、スマホの待ち受けとかにしてもいいよ。いいのかい？待ち受けにしていいのかい？さすがにこれは待ち受けにできない。いや、しようぜ、待ち受けに。待ち受けにして、ね、舐めようぜ、スマホ、そのスマホ。みお先輩。どうしたの？急に大声出して。うん。多分写真送り間違えてます。俺はライムの写真をみお先輩に見せた。なんだこれ、君が持ってるの？間違いだったの？みお先輩がさっき送ってきたからです。
一瞬状況が理解できないようだったが、みるみるうちに顔が赤くなっていった。え、どうしたんですか？それ一番他人に見られたくなかったやつ。誤爆した。恥ずかしくて死にたい。死にたい。大丈夫？本当に間違いだったんだ。からかってきてんかと思った。みょう先輩、落ち着いてください。落ち着いていられるわけないでしょ。消して、今すぐ消して。この写真を消すのはなぜだか惜しい気もするが、いや、撮っとけ撮っとけ、ちょっと消すふりして、ちょっと撮っといて、後でね、なんていうの、おかずにしようぜ、おかずに。後でおかずにしようぜ。ちゃんと消しましたよ、ほら。脳内からも消して。いや、ちょっとそれは無理ですね。さすがにそれは無理ですよ。かわいい。そんな気を落とさないでください。変だと思った。いや、変じゃないよ、全然かわいいよ。え、だから変な趣味だと思ったでしょ。声ちっちゃ、声ちっちゃいし、あ、趣味なんだ、あ、趣味なんだ、変な趣味。いや、いいと思うよ。いや、俺もね、エッチなゲームとかよくプレイするから安心して。なるほど、さっきの趣味のコスプレ衣装を撮影した写真だったのか。いや、正直羨ましいです。どういうこと？うん、好きなことがあってそれに全力でなれるのすごく羨ましいです。もしかしてその衣装、ミオ先輩の自作なんでは。え、どうしてわかるの？え、すごくない？ミオ先輩、すごく衣服について詳しかった。だから服を自作するのに興味がある、と思ったんです。そっか。その通りよ。趣味のコスプレのために、衣装作りを練習しているんだ。ああ、そうなんだね。すごく素敵なことだと思います。改めてミオ先輩を誘って、よかったと思いました。君、まっすぐすぎ。見られたのが君で、本当によかったよ。なんか、根が俺だけ特別感、なんか特別扱いされてる。嬉しい。それなら良かったですが。お？なんか連絡来た。お？なんだ？やっぱ、めちゃくちゃ時間押してるじゃん。うん、やばいね。そうだ、次の予定もあるんでしたよね。もう着替える時間ないな。この服着てっていい？はい、おりさんにも伝えておきます。ありがとう。うん、行っちゃった。え、行っちゃった。俺は今までモデルのヤヒロミオとしか知らなかった、けど、一人の人間としてミオ先輩を垣間見れた気がする。コスプレのこと、二人だけの秘密だから。オッケー、任せてください。はい。じゃあ、これからもよろしくね。よろしく。二人だけの秘密か。ミオ先輩が去った後、俺は放心状態で立ち尽くしていた。ああ、しばらくしておじさん帰ってきた。向こうの事務所とも話ができそうだと上機嫌だった。よーし、ここで終わりすっか。ここで一旦終わりすっか。めっちゃ疲れた。ちょっとテンションいつもより低かったかもしれないけど、ごめんね。セーブするか、セーブ、セーブどこだ。セーブして、うわ、時間バレる、時間バレる。よし、今日はこれで終わりにしよう。はい、ということでね、今日はね、制服彼女続きやってみたんだけど、いや、もう最高でした。ミオ先輩のあの服、最高でした、本当に。もうあれ、おかずにできる。おかずにできる、マジで。あとね、ひまりちゃん。ひまりちゃんもすごく可愛くてね。ちょっと、ゆいちゃんが今回出てこなかったね。ちょっと、ゆいちゃんにも次回、ちょっと会ってみたいな。うん。はい、ということでね、今日のね、ゲーム実況はこれで終わりたいと思います。さよなら。